アンバンクロフトはアメリカ合衆国の女優。アンバンクロフト1931年9月17日、ニューヨークブロンクス区に生まれる。両親ともにイタリアからの移民。ブロンクスの高校を卒業後、アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツ、アクターズ・スタジオ、アメリカ映画協会の監督ワークショップなどで学んだ。1951年よりテレビに出演し始めるが、 ハリウッドではあまり役がつかず、ニューヨークに戻る。1958年に、ヘンリー・フォーンダ主演の舞台、通報ザ・シーソーに出演し、トニー賞女演女優賞を受賞。1959年に、戯曲、奇跡の人で、タイトルロール、アンサリバン役を演じて、評判となる。1960年、2度目のトニー賞を受賞。1962年に、 奇跡の人が映画化され、1962年のアカデミー主演女優賞を受賞した。1964年の女が愛情に乾く時でカンヌ国際映画祭女優賞を受賞してもいる。子宮がんのためニューヨーク市内の病院で死去。73歳を打つ。1953年に最初の結婚をするが、1957年に離婚。 ペリーコモの番組で出会った映画監督のメルブルックスと1964年に再婚し、1972年に生まれた息子、マックス・ブルックスは小説家、脚本家となった。ありがとうございます。